せにこんな歌が好きだったんだろうね、おさむよ。もっと男らしい歌あんだろうにね。酔っ払うとせがむのさ、私が手慰みにギターなんて弾くもんだから。ああ、旦那が弾いてたからね。プロとかじゃないよ、ただ弾いてたのよ。昔のさ、東京の生まれのシティボーイの走りだろ。ポマードバッチリ聞かせてね。そりゃ口笛吹くようにギターを弾くんだよ。モテたよ。私は嫉妬深いからね、周りにバリケード張るのに必死よ。妻です、妻ですって青筋立てて。あの頃の私は下品だったね。仕事はあれだよ、ノギスとかね、そういうのの設計。え、いいよ、そんなやかしい話お墓の前でできないよ。そういう何か作る系のね、専門学校出てたから。ん、じゃじゃじゃ、あ、それはおさむで、旦那はあれか、高専か。高専はその辺の大学よりよっぽどエリートだからね。でもいろいろやってたね、社交ダンスの講師やったり、ミルクホールのバーテンだったり、ベルトコンベア工場でベルトコンベア作ったりね。我慢が効かないんだ。同じ、その辺ほんとおさむと同じ。もうね、あの人も10年も前に死んじゃったから。あ、酒だ、酒だよ、もちろんそうだよ、お風呂だよ、風呂の中で死んじゃったよ。それもおさむと同じ、助けられなかったんだよ。ギター一本だけ残してね。いいギターだからもったいなくてね、私まとめてポロロンって弾いたりしたんだ。貧乏症だからもったいなくて弾くんだよ。だから私じゃないんだ、貧乏がギター弾いてんだ。え、いや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 、そんな聞かせられるようなもんじゃないよ。おさむの前でやるのが精一杯だよ。酔っ払ってせがむもんだからさ、おさむが母ちゃん弾いてくれよってもう聞けないんだよ、おさむの歌。下手くそなあの歌、2番の途中からフンフンフンってハミングになっていく歌。50になってハゲ散らかしてんのに、なんでか知らないけど乙女心の歌。まったく、させない子だよ。生まれた時からへその首に巻きついてて、青くなって生まれてきたからね。さしてくれよ、必死で産んでんだからこっちは。あれは赤ちゃんではなかったよ、青ちゃんだったよ。察せる子ならそうは生まれてこないんだよ。生きるつもりがありありなんだよって力んで泣いてアピールするよ。泣かないんだもの、自分勝手に青くなって。生まれた瞬間から生きるのちょっと待ってって、待ちようがないよ。人生始まっちゃってるのに往生際の悪い。確かに迷惑な息子だったけどさ、いやほんとさ、クソ迷惑な息子だったけどさ。そんなに迷惑だったかい、そんなに迷惑な子だったかい。俺はおさむ、まあ迷惑でしょうよ、迷惑こじらして50年だよ。だとしてもな、残念ながら別に過去形じゃないんだ、迷惑だったじゃねえんだ。俺生きてるから。うん、うん、じゃねくて死んでねえんだよ。それ俺なんか見ての通り、羽生結弦君とかと比べりゃ、まあまあ死んでるに等しい方かもしれねえけど、どっちかっつったらやっぱり生きてるんだよな。そうだ、生きてるよ。勝手に殺さないでよ。あんたが早めにさ、あんたが死んじゃったらっていう練習さ、年だから対処できないんだよ。いきなりは死んだら私の年金独り占めだっての。自分に急に伸びしろ出てきた感じするよ。もうね、ローン組んでスマートフォン買っちゃうよ。携帯ゲームってのやってみたいんだよね。なんだっけ、ツコツコだっけ、ぽよぽよだっけ、ネコネコだっけ。知らねえよ、ぼーっとしてる時間がネコネコしてる時間に変わるだけだよ。あと、あれだね、エゴサーチとかもしてみたいよ。やめとけよ、それだけは。自分がどれだけエゴイストか教えてくれるんだろ。どこで仕入れたその情報、最も教えてほしくねえことの一つだわ。まあだから練習だよ、いきなりは無理だよ。私は何しろあんたより長生きしそうで、それが心配で仕方ないんだから。嘘つけ、見えなの、ボケてるくせに見え張って嘘つくの、この人。こんな切ない見えがあるかね。
今日はなんだよベラ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 。え、変に口が達者だね。嘘なんかついてないよ。じゃあだったらタイガー炊飯じゃ炊きたてに水ぶっかけんじゃねえよ。え、買いたてだぞそれ、びしゃびしゃにして。あらら、買いたての炊きたてに水かけたてたの誰かけた。早口言葉じゃねえんだよ、3回目だよ。ぶっ壊れんぞ新品なのに。あらら、大こと。早く拭けよ、下の階まで水垂れっから。嘘ばっかついて。浅田さんもさ、さすがに母ちゃんが炊飯ジャーに水かけ始めたら止めてあげてよ。思ってたより冷たい人なの浅田さん。浅田さん、浅田さん、これだよ。母ちゃんさっきまでブツブツ話してたでしょうよ。ドキュメンタリーの人だよ。大学の卒業制作つったっけ。1週間前から来てるでしょうによ。あーやだ、さすがに知ってるよ。私はカメラ屋さんって呼んでたからさ。ねえ、サオタケ持ってりゃサオタケ屋さんだし、カメラ持ってりゃカメラ屋さんさ。ほら笑ってるわ。いいね、オサムみたいにムササってしてないからいいよね。若い子はコロコロ笑ってるよね、なんとかなるから。笑われてんだよ、若干失礼だろその言い方は。え、ああそう、すいません。止められねえんだってよカメラ。母ちゃんが炊飯ジャーに見つかけたとしても、それが現実だから。現実って思ってたより 1.5 倍くらい冷たいみたいだぞ。ペタペタペタと。はい。おいじゃねえっての、こんなてんこ盛りのご飯どうすんだ。うん、せっかくよそったからって顔はやめて。さっき昼飯食ったばかりでしょうよ。だから現実見てくれって。見てるよ、私はシラフだもの。あんたみたいにホワ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 先に逃げたりしてないよ。じゃああんた現実見てんだったらちゃんと電話すんだろうね。小川さんにしたのかい。してないだろう、小川さんに電話したのかい。それ言ったらさ、それを言ったら試合終了ですよ。これだよ、あんたはムササってして。なんなんだよムササって。なんとなくわかるけど、なんかね、いつ知り合いになったのか確かに忘れたけどさ、小川さんって人に仕事紹介してもらえんのよ。なんだっけ、あ、大きな病院の雑用の下請け、血まみれの手術室を掃除したり、ただ血まみれになったり、そういう仕事世話してくれるってからありがたいじゃないの。ねえ、もうさ、そういうのは本人から電話するのが肝でしょ。こういうのはちゃんと早めに本人が縁をつないどかなきゃいけないんだよ、シラフのうちに。つってんのにシラフじゃ電話できないって言うのよ。じゃあ酒飲むでしょ、そしたらこんなベロベロじゃ電話できないって言うのよ。もうどうしろって言う。まあまあねえ、ちょっと浅田さん、お茶でも入れてくるわ。いいんですよ、飲んでくださいよ浅田さん。もう5時間もカメラ回してるもの、お願いですから飲んでください。飲まなくてもいいから入れさせてください。私はあなたに茶入れたいんです、茶。私に悪態ついてる時だけ、あの子が自分から逃げ出せんのはその時だけ。なの全然いいんだよ、扇風機の一番弱い風みたいなもんよあんな悪態。プロだよ、プロで死んだんだよ。大変だったよ、最初は息があったからさ、私が必死で手引っ張って病院に電話したいんだけど、手を離すと風呂に沈んじまうだろ。電話とこまで2メートルあんだよ、重いんだよ。そのまま30分ぐらい手つかんだままずっと名前呼び続けて、でもだからってそのままでも死んじまうし、
そんで私も限界が来て、手と電話両方は無理だよ。だって手を離さなきゃたどり着けないんだもの。もっと早くさ手を離しときゃよかったんだけど、あんたも思うだろう、もっと早く手を離してりゃさ、まだマシだったかもって。でもそんなの後の祭りさ。だから死んでねえってんだよ。油断も隙もねえな、すぐ死なすから。悠長に茶も入れてらんねえよ。すいませんね浅田さん。風呂で死んだのは親父だよ、10年前だよ。ごっちゃにすんなって。そうだよ。そうだよじゃねえだろ。今度はよ、蓋開けたまま水かけっからご飯びっちょびちょ出ないか。ああ今晩はね、おさむ水ご飯だよ。開き直るなよ。おさむ水ご飯だよ、キリじゃねえんだよ。シャバシャバしてて美味しいよって顔やめろ。そんなもん食わされた日にはいくら俺でも悲しくて泣いちゃうからな。ボリボリうるせえよ、やめろコンスタントにうまい棒食うの、体に悪いよ。ところがどっこい、野菜サラダ味だからこれ。ところがどっこいじゃねえよ、すっとこどっこいだよ。なんだって？サラダ味だからって野菜と関わりがあるとは限らねえんだよ。駄菓子の世界なめんなよ。ああぶっ壊れたぞ炊飯器、どうすんのよ。たくそんなバカな。うるせえよ。で笑ってないで浅田さん。ああはいですね、ドキュメンタリーだもんね。こういうのがみんな見せ場になってくんだもんね。じゃあもっと失敗しろ母ちゃん。ダメダメ、そういうのはやらせって言ってね、今一番怒られんだよ。ああよく知ってますねって。本当によく笑うお嬢さんだね。ねおさむ、おさむ、あいやね、何でもないっす。何今日はお気象してんなって気づいちゃって。あれ本当だ。ああ夜ご飯食べに行く用事があるから。すごいね、ご飯食べに行く用事って。そんな用事この世にあるんだね。あるんだよ、用事があるから世の中回ってんだから。ほらあんたにもあるだろう、電話する用事。小川さんに用事は待ってても来ないよ、ぼーっとして。どうした？いや一瞬浅田さん化粧して笑ってんのが、ああ似てんなって思って。いや誰って、誰とか、いやあのそれは大丈夫なんですけど。なんだろうね気持ち悪い。で母ちゃん今日は、え行かなくていいの？もう一週間行ってないんだよ、うずうずしてんでないの？何が？すっとぼけて。母ちゃんが行くって言ったら年金の受け取りかパチンコしかねえでしょ。なんだよ今日はベロ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 ゴム仕掛けみたいな口だね。昼間から酒飲んでる割によく回るよ。あれかい、若い女が2メートル以内の距離にいるからかい、体の中から男引っ張り出してきて気持ち悪い。本当に飲んでねえよ。飲んでるよ。じゃあなんだよそれ。酒じゃねえよ。なんだよじゃあ。なんでもねえよ。ほらあれ俺くらいになるとよ、酒持ってなくても酒持ってるような雰囲気醸し出すことができるんだよ。なんだそれ、そんな特技自慢することかい。情けない。情けないのはこちらこそだよ。カメラ入ってるから見え張ってパチンコ我慢してんのか。そんなことないよ。我慢すんなよ、こないだ年金入ったばかりだろ。頑張れよパチンコ。まあ電子ではもう買い直さなきゃいけないし。母ちゃんの年になっと我慢が体の毒になるんだよ。お前体に毒って言葉が何よりも年寄りのハートをわしづかみにするって知ってて、お前はそれでまたついてきて一杯やりつこうってこんだんだろ。てへへへへへ、おっかい、レモンサワーかい。パチンコ屋の近くだったら信濃川だろ、24時間やってるの。てへへへへ、そうね、ハムカツとかウィンナーのケチャップ炒めとか体に悪そうなつまみがあったら最高だとか思ってんだろ。え、おーおー酒に欲情してんな。おいおい、かわいい顔しちゃって、ほらの年はなんだろう、この酒を欲するかわいい顔でもって、いいよ
心地になったら日本酒に切り替えるよね。とととと半合分のコップについてもらって入れたら下の小皿にこぼれるよ。もう少しもう少しこぼしてよ。なっつってさ、せがむとき2回だけくよ。せがむときピッカピカになるんだこの子は。で表面張力であのレンズ見たくなってるとこお口で迎えに行くんだ。チューたまらって想像するなに可愛らしいわ。完熟しよう。飲みすぎるとまあご存知の通りダメだけどさ、この子酒飲むと本当3週間に一瞬だけ一度くらいすごくいい、なんだろう、美しい瞬間があるんだよね。気持ち悪い言い方かもしれないけど美しいとしか言えない。本当にオーロラってあるじゃない、オーロラ見えたくらいの確率と感動よ。これはオーロラではないよ。でもその美しい時間だけ私しんどいこと、この先のことね、先のことすべてね、それ忘れられるんだよ。悔しいけどそれがこの子の取り柄、オサムの取り柄、それ見たいだけだからね。今日は俺いい瞬間出そうだよ。それなら私は負けられないね。その代わり帰ってくるまでに電話してよ、小川さんに。働くんだ、あの人が頼みの綱なんだからね。あんたにも私にも敬礼。バカ誰が。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。パチンコ南の帝国は真っ当な庶民の皆様の娯楽のオアシスでございます。今日の合法、明日も合法、極めてカジュアルにギャンブルでございます。お客さん、見たところ年金暮らしでございますね。お国が認めてギャンブルです。お国からもらったお金を精一杯つぎ込んで何がいけない。でも破産したらなんで時々息をつきましょう。当店の缶コーヒーを飲みましょう。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、張り切って。はい、レンジャー、ごめんなさい、ちょっと教授と電話してて、ちょっといいことがあったんです。カメラセッティングしますね。はい、あ、すいません。はい、何か書いてたんですか。あ、いや、あの、ただの落書きです。落書き。学生の頃から落書きばかりしてて。いや、大丈夫です。はい、なんで汗拭いてます。いや、後半はちゃんとあのハンカチになってますから、あながち間違ってはいません。パンカチ。パンカチです。怖い。酔っ払いの持ち物って時々ごちゃっとなりますよね。いや、初めてそんな場面に遭遇しました。ご飯食べに行く用事っていうのはその教授って人とですか。いや、まあそれはそうですね。ちょっと今後の撮影の方向性を相談しに。ですよね。この1週間母ちゃんが炊飯器に水かけてただけですもんね。でも聞いてよ、修さん、教授のつてで今回の作品スイスの有名なドキュメンタリー映画祭に出品できそうなんです。今活躍中の監督を何人も輩出した映画祭なんでね、頑張らないと。へえ、教授のつてってすごいんですね。さすがですわ。ご飯を食べに行く用事を作り出す能力があるんだもんね。俺にはそんな能力ないもの。いつもこの喫茶店でお母さん待つんですか。はい、あ、いや、いつも外で立って待ってます。金もったいないから。そうか、今日は私に気を使って場所作ってくれたんですね。喫茶店初めてなんですか。30年家とパチンコ屋の往復しかしてねえから。あの、このナプキンってのは全て手作業で折りたたんであるんでしょうか。いや、考えたことないです。やべえ、気ぃ使い、やべえ。初めて喫茶店に入る人ってそんな風になるんですね。勉強になります。あの、でもここは大丈夫ですよ、私が払いますから。いや、それは助けられたらズルになりますから。ドキュメンタリースティックでなくなりますから、自分のは自分で。はい。気軽に助けないでくださいね、すぐそれにしがみつきがちな男なんで。浅田さん、入れてもいいですか。え、紅茶冷めますから。あ、はい、あり
ありがとう。なんかもういろいろ気がつかなくて。でも出来上がったら必ず出演料はお支払いしますので。とはいえ自主映画ですから多少で申し訳ないんですけど、もしもですよ、映画祭で賞が取れたらネットフリックスで動画配信が約束されるそうなんです。そしたらもっとまとまってお支払いしますから。それもらったら俺初めて働いたことになるのかな。どうでしょう、今はとりあえずお母さん勝つといいですね。あ、パチンコ、炊飯器のこともありますし。なんで炊飯器をお墓と間違えちゃうんでしょうね。大丈夫かなお母さん、あんなにうまい棒ばっかり食べて。この3日間で30本は行ってますよ。すいませんね、ボケちゃってるから。私こそこまめに変えてますけど。007ってなんだろう。ああ、どういう意味なんですかね。ボンドガールってことじゃないですか。え、母ちゃんから見たら若い女はみんなボンドガールみたいに見えるんじゃないですか。ぴったりしたスカートとか履いてし。え、やだ、私たまたま今日の夜ご飯、昨日だって普通にサファリジャケットにパンツでしたよ。活発なんです。そんなにエッチな格好してるつもりないんだけどな。私活発なんですよ。それだと困るな、やだな。お祭りだ。あ、ここ愛城だからすぐ行っちゃった。何のお祭りなんですか。え、何の、この辺の地元の祭りなんじゃないんですか。わかんない、お祭り気にして生きたことないから。おみこしとか担がないんですか。せっかくおみこしの似合う町なのに。担いだことないです。担ぐに至る手続きがわかんないから。手続きって、担がせてくださいって言えばいいんじゃないですか。誰に。祭りのこう中心にいるイメージですけど、大きな家を持った人間と天狗の中間みたいな人。どこに住んでんのそれは。どうやって探せばいいの。どういうお願いをしたら担がせてもらえるの。あれ、私そういえば初めにどうやって参加したか覚えてないな。こう見えてお祭り女なんで物心ついた時から地元じゃ8匹で踊り狂ってたんですけど、あれじゃないですか、今担いでる先頭の人に直接頼めばいいんじゃないですか。小粋な感じで、すいません、ちょっくら脇でもって担がせてくんないって。無理ですよ、あんな危険な状態の人に聞けませんよ。おみこし担いでる人間はおみこしで目がくらんでるんですよ。そこにこんなポットでの男がよ、担がせてなんて言ったら秒殺で担ぎ殺されますよ。おみこし舐めちゃいけないよ。舐めてはないですけど。俺のばあちゃんなんかおみこし担ぎすぎて頸椎損傷して寝たきりになっちゃったんだから。本当ですか。それは例え話だけど。何なんですよ。2種類いるんですよ人間は。気がついたら祭りに参加してる人間と、気がついたらどうやって祭りに参加していいか分かんなくなってる人間が。そういうもんですか。そうだから、俺は一人でお家で酒飲んでお祭りしてるわけですよ。家の中にお祭りを強引に引きずり込んでんのよ。そういう人間は本当のお祭りに参加する資格はないんですよきっと。首すってます。正直ね、憧れはあるんですよ。お祭りになるとさ、道路の脇にテントが張られるじゃないですか。あそこに俺くらいの年の地元のおっさんたちがねじり鉢巻きに8匹来て、薄いサングラスかけてたむろってんのよ。ミスターチーキーみたいな雰囲気出して発泡酒なんか飲みながらね、うまそうなんだよ。あんなにうまそうに飲まれるくらいならいっそ飲まれる側に回ってみたいよね。飲まれる側って、いつ俺は、いつの間に俺はあのテントに入り損ねたんだろうって思うよ。今からでも入ればいいんですよ。バカ言え、バカ言うな、バカ言え。何なんですよ。入れるわけないんだよ。だってあそこでおじさんたちが酒の魚にしてんのは俺みたいな祭りに参加し損ねた人間の悪口なんだから。いや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 、絶対そうなんだって。俺がテントの脇通るとね、明らかにおっさんたちの声に警戒心が宿んの。俺たちの幸せに関わるじゃねえぞみたいな色を出してくるの。いやだ、被害妄想じゃないですか。おい待ちな、お前は。え、顔見りゃわかるんだよ、人生に大切なアイロンのその
厄介ごと経てここに来てないな。え、このテントにたまらってる人間はな、経て経て経た上で飲んでんだ。おい、食パンで汗拭くな。同じおっさんでもお前さんは経てねえ。このテントにたどり着く道にショートカットはねえんだよ。なんで食パンじゃねえよ。後半見てくれ、ハンカチだ、パンカチだ。だからそれ何？酔っ払いにはな、パンとハンカチを混ぜる不思議な力があるんだよ。うるせえや。なーにを、俺だって下手いって気持ちはあら、でも減れなかったんだよ。バカにしやがって。バカだからバカにするんだ、当たるじゃねえかい。さっさと減やがれ、減るもんかい。すいません、なんか落語が始まっちゃったみたいなんでお会計してください。おさまさん飲んでますね。飲んでない、飲んでないってんだよ。おめえさんは痛い痛い痛い、何すんだ。1000円2人分置いときます。おさむさん飲んでなくて、これだったらただのストリートに活躍の場を設けた落語家さんですよ。飲んでないよ、吸ってんだよ。吸ってる。でジャンパーの袖のとこ、この裏側見て。え、何これ、管、ビニールの管ついてるでしょ。これずっと内ポケットまで伸びてつながってんのね。これにほら哺乳瓶、まさかこれ、この中に菊政宗入ってっから。菊政宗手首から吸ってたんですか。スパイダーマンみたいでしょ。スパイダーマンは糸吸わないですけど。吸う方のパイダーマンだから。何ですかパイダーマンって。吸うパイダーマンだから。ただなんか怖い、それだから吸ってるんであって飲んではないんです。へりくつです。私嫌いだな、へりくつこねる人。そんなへりくつ言ってるから、おさむさんは人生の大切なあれこれを減れないんですよ。減ってたら私はこうなってましたか。こうなってなかったら浅田さんは俺たちを撮影しに来ましたか。それは、そして今カメラ回すとこなんじゃないですか。ああ、どうぞ押せよ。浅田さんが家へ来て初めて俺は感情的になってるんです。ここ撮らないで何撮るんですか。浅田さんは俺たちのありさまが売り物になると思って来たわけでしょ。売り物、お金くれるんでしょ。少なくともこっちを売ってるっていう意識ありますよ。だってストレスだもの、ずっとカメラ回ってるの。逆の立場だったらストレス感じませんか。わい、カメラだカメラだ、嬉しいなって昭和の裸足の子供みたいになりますか。そうですよね、確かに昭和の裸足の子供みたいにはなりません。昭和の子供が裸足だったかどうかは別の話として。カメラがあると苦しいの。自分が嫌いだから苦しいの。苦しいから飲んじゃうの。俺は素直な人間だからね。それは現実でしょ。それをあたかもカメラ回ってないように振る舞いますってなったら、それはもう現実ではない。現実の捏造、カメラはそれを見逃しませんよ。正しいことをおっしゃってます。へりくつが嫌いっていうのは私のつまらない主観ですもの、ね、俺がここで酒飲むのやめたら、そっから先は浅田さんの話になっちゃうんですよ。監督ならちゃんとこのドキュメンタリー外に出てけよ。私ダメですね。ダメだな、初歩的なミスだ。また教授に怒られちゃう。なんか私さっきからずっとおさむさんにドキュメンタリーを教わってる。ダメだな、脇が甘いな。ごめんなさい、嘘っす。え、俺カメラ回ってなくても酒飲むもの、毎日飲むからこなてなもの。おお、はい、あずさんだ、騙された。なんで、なんで騙すの。母ちゃん待ってる間今だから。何その笑顔、もうひどい、笑顔がひどい。怒りますよ、私活発なんだから。おふくろろ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 ろ、おふくろろろろ。母ちゃんどうだった。何、負けた1万円残念。ちょっと待ってよ、今行くから頑張ろう。何よって、負けたことだよ、一緒に負けたことを頑張るんだよ。俺の美しいとこ特別に見せてあげるから。出るんですか、おさむさんの美しいとこ出るんですか。だったら私のいるところで出してください。ダメだよ、これ母ちゃんの分だから。そんな、浅田さんもご飯食べる用事があるんでしょ。
でも待って待って待って、なーによー、これだけ最後にインタビューさせてください。あの、私化粧したら誰に言ったんですか？おさむさんがお母さん以外の人のこと喋るのに初めてだから聞きたいんです。お願いします。アンジェリカ。アンジェリカ？フィリピンの人だよ。もちろん女の人だよ。ダンサーっていうのかな、ホステスっていうのかな。10年も前の話だ。結婚の約束をしていたんだよ。浅田さんさ、もともとうっすら雰囲気似てるって思ってたのに、いけないよ、化粧なんかしてスカートなんか履かれちゃ、もうそれは正式に似るし。嘘ですよね。アンジェリカにも言われたのよ。おさむさん、ヘリクツメニーメニーねって。それも嘘でしょ。どうだろうね。これ落書きですけど、あげますから、似てる記念に。アンジェリカ、確かに私に似てる。落書きにしてはうまいけど、それだけ。面白みが全くない。この人のこと今度聞かせてくださいね。先生。あ、もう大丈夫です。ここで大丈夫です。ありがとうございます。あの先生、麻婆豆腐のラップって。はい、あのそのままで。ドントタッチサランラップ。 Thank you。北朝鮮にミサイルを向けられても割と普通にしていられる国、日本。キャリーパンプラムの新しい髪型がうんこに似ている。それがヤフーニュースのトップを飾る国、日本。そんな生温かい日常だからこそ、日本の不幸の形は複雑化している。例えば、年老いた親たちがニートである中高年の子供を彼らのわずかな年金で養い続けるという現象。こういったケースは現在日本で60万人を超えると言われている。彼らの遠くない未来に待つのは親の介護やその死。この現実に直面したとき、一体子供たちはどう振る舞えばいいのか。私はある福祉大学からの紹介を経て、おさむさん親子に会った。そして彼らが抱える問題をカメラ越しに浮き彫りにしようと試みている。そして1週間が過ぎた。おさむさんは美術系の専門学校を卒業後、その51年の人生でただの1回も働いたことがないそうだ。ここに1枚あるのは彼が私のために描いた絵。これを見ながら私は思う。おさむさんは何になろうとし、何になれなかったのか。そして母親の英子さんは、自分が死んだらおさむさんにどうなってほしいのだろう。ただ私、浅田恵子はアマチュアだ。撮影1週間にしてつまずいている。英子さんは軽度のアルツハイマーであり、息子のおさむさんはアルコール依存症で、二人とも口から出まかせばかり言って、特におさむさんが独特すぎる。適当なことを言うくせに、ドキュメンタリーを撮る意識に関して変に厳しい。素人にダメ出しされてばかり。私はダメだな。浅田君、静かにって言ったよね。なんもあらへんから、なんやネパール人のルームサービスの子が来てただけやで。しかし、えかなんな。しかしせやから僕、起きてる限界まで論文読んでるから電話厳しい言うてるね。明日も朝早からテレビの取材があんね。頼むで。しかし、あ、ほなな、ちょちょ、おやすみ。ここのホテルの麻婆豆腐最高なんだよ。誰がこのラップを見知らぬネパール人に剥がさせるものか。ああ、この湯気よ。むせてるじゃないですか。ああ、山椒のいい香り。私辛いの大丈夫な人ですけど。無理しなくていい。むせてこそマーボだ。むせなくて何がマーボか。私なんかもうこのむせだけで食べなくても全然大丈夫なんだ。でも君は食べなさい。むせてだけで終わるには君は若すぎる。楽しみです。そして
こっちのこの大魚の蓋の中身は？エッグベネディクトですか？これって普通朝食べません？朝食だという人もいるが、僕は断然夜の料理だと思ってる。夜の料理ってエッグベネディクトが？食べればわかるよ。さあ乾杯しようじゃないか。教授とその教え子による、何の夜だろう。今日は何の夜だい？卒論の相談です。卒論の相談の夜に乾杯。どうした？いつもの感じじゃないね。そうですか。ただ先生がお住まいのホテルで食事だと思わなかったから。明日のテレビの準備もあるから店を探す暇もなくてね。やっぱり先生みたいにテレビに出ていられるような方は六本木の夜景を一望できるようなホテルでお仕事しなきゃカッコつかないってことですか？言うね。まあこれも仕事だとも言える。ここの宿泊も食費も必要経費で落ちるからね。食べなさい。いただきます。一口が大きいね。辛すぎる、辛すぎる。あ、飲んで飲んで。落ち着いた？いい飲みっぷりだね。美味しいです。綺麗。今日ね、おみこしを見たんです。なんかすごく激しい感じで、おじさんたち激しかったな。その時なんでだろう、シャンパン飲みたいなって思ったんです。ほう、まあ、そういえば昨日の夜あいみょんでも聞こうと思ってポケットから出したイヤホンが尋常でなくこんがらがってて、それ見た瞬間無理と思ってベッドに投げ捨てて、その時もなんでだろう、シャンパン飲みたいなって思ったんです。わかる気がするよ。今日取材に行く途中なんですけど、若いお母さんが向こうからベビーカーを押してきたんですね。でふっと乗ってる赤ん坊と目があったんですけど、その子微妙に赤ん坊の段階終わってるんです。待って待って、もう靴履いてるし歩けるんじゃないのこの子と思って見てたら、なんというか向こうも負けるもんかみたいな感じで、ギリ歩けねえしみたいな感じで逆に睨み返されて、なんだこの勝負ってモヤモヤってなったままベビーカーは通り過ぎていって、その時もなんかシャンパン飲みたい、シャンパン飲みたくなるね。それは飲みたくなっていいやつだよ。ここにたどり着くまでに飲む理由がいっぱいあったんだ。よかったね。なんだか暑くなってきたんで少し脱ぎます。これは？ああ、おさむさんが描いた昔の婚約者の似顔絵です。君じゃないか。似てるんですって。だから私にくれたんです。落書きにしてはよくできてるでしょ。でもそれだけなんです、面白くない。なるほどね、そういうことか。ああ、辛かった。お金持ちって高い金出してこんなバカみたいに辛いもの食べて遊んでるんですね。面白いな。教え子とシャンパンを開けながら卒論の話をするのもあれですか？遊びの一つだったりするんですか？面白いな。どうした？酔っちゃったみたいだね。先生はそんなに退屈してらっしゃるんですか？下手に金なんか持ってしまうとね、なぜか人間は退屈しやすくなるんだ。ハリウッドの連中がよくユニセフに寄付したりでアジア人を養子に取ったりだしてるだろう。あれは退屈だからあんなことをするんだよ。退屈してなかったら少なくとも白人を養子に取るよ。面白い。あとよく不倫ばっかりしてるだろう。あれも退屈だからだよきっと。じゃあ退屈してる人たちのお仲間の先生は不倫というものに対してどんな感想をお持ちなんですか？来たまえ、このエッグベネディクトを食べてごらん。うわ、黄身が、やだ、黄身がトロトロに溢れてくる。もっと上手に食べなさい。これ無理、エロすぎて無理。エクベネディクトエロい。夜だ、これ夜の料理だ。踊ろうか。なんだもかんだもない。すいませんでした。何だったんですかって、ええ、だからなんだもかんだもないって。編集したものをあらかた見せてもらったよ。つまらんね、退屈な VTR だったよ。同僚なんか退屈しのぎにもならなかったってことですか？退屈ってのは時に人を殺すからね。それをしのぐんだから退屈しのぎは命がけでやるもんなんだよ。勉強不足でした。このままじゃ、まあ
別の理由もあるが映画祭への推薦はできない。別の理由？それはおいおい、具体的に欠点をお願いします。この家族は社会の底辺にいる、ええ、一方君は大学生、しかも私立の芸大生ってのは金がかかる、割には潰しが効かない。それを許されてるってことは君はまあまあ人並み以上に安定した家庭に育ったってことだ。そうですね、否定はしません。高みの見物だよ。非常に安定した場所から自分は一切傷つくことなく底辺のおさむさんたちを見物してる。それ以上でも以下でもない。だからおさむさんもお母さんも大したものを差し出さない。違うかい？そのことで悩んでいました。さらに気になったのはこの親子、妙にドキュメンタリーのフレームに対して収まりが良すぎるんだ。一挙手一投足がドキュメンタリードキュメンタリーしているんだ。そこが非常につまらないんだな。例えばここのところ。エイコさんはどうしてそんなにパチンコされるんですか？勝ったら暮らしが楽になるからじゃないの？でも負けることもあるわけですよね。負けても忘れちまうからね。分かっても忘れるんだけど。じゃあなおさらやらなきゃいいんじゃないですか？だってやんなきゃ寂しいじゃん。寂しい？パチンコしてるとさ、パチンコ台が私に話しかけてきてくれるような気がするのよ。音楽がギャンギャン鳴ってるでしょ、途切れなくね。それは私にとっては静寂と同じなんだよ。その静寂の中からさ、今日は出たね、すごいね、もっと出すからね。出なかった、ごめんね。で、台から声が聞こえてくるの。それで、その時が埋まるのよ。その時が埋まるのが大事さ。何これ？え、私は名言いただきましたと思いましたけど。ええ、じゃないんだよ。名言が過ぎるでしょう。名言の言い方で名言言うでしょ。これどっかで聞いた話だと思ったら、あるパチンコ依存症の人が出した本のインタビューの丸写しなんだよ。え、飾ってんだよ。飾る？自分たちの惨めさをドキュメンタリーより収まりよく飾ってるんだよ。そういえばそんな気もしてました。君が飾った女だからだよ。え、ディレクターが飾った人間なら被写体も飾り始めるさ。そんな、私は飾ってるね。このホテルのドアを開けてからずっと君は飾ってる。飾ってたかもしれません。でもそれはさっき君が激辛麻婆豆腐を口にした時隠し撮りした動画だ。辛すぎる。ちょっと何を撮ってるんです？君が初めてこの部屋で人間味というものを出した瞬間だよ。やめてください。下品です、浅ましいです。いいぞ、そうやって口に出すんだ。私を被写体だと思って被写体の浅ましさまで高みから降りてこい。私の浅ましさを見ただろ。それをちゃんと言葉で表現するんだ。先生は浅ましいだよ、浅ましいだよ。そうだ、別に昔の農民のような口調にならずともいいが、もっとむき出しになれ。そもそもの話、奥さんに内緒の卒論の相談って何なんだよ。嘘をついた、私は妻に嘘をついた。君の目の前で。そうだ、浅ましい男だ。もっとカモンカモンカモン。女子大生にエッグベネディクト食べさせて君ドロッとかさせて興奮してんじゃねえよ。エロいんだよ。惜しいな惜しいな、エロいはちょっと褒め言葉のニュアンスもあるから。映画祭餌にホテルなんかに呼び出してるんじゃないよ、このムッツリスケベ。もう一声、もっとギューとコンパクトに見下してる感じのやつちょうだい。豚金持ちの豚、こうなりの溶けたサラデモ豚、ネガ豚ネブタ。ありがとうございます。ありがとうってどういうことですか？わからない。気づいたら口から出ていたありがとうを説明する義務はない。いいかい、こんな風に見物するだけじゃなく、ちゃんと対象を見下してあげなきゃダメなんだ。下手なリスペクトはいらないんだ。でないと観客だって彼らを見下せない。そうですよね、一旦見下さないと、笑わないと問題意識にたどり着きませんものね。彼らを見てピーンときたんだ。面白いサイトを見せてやろう。貧困者のいろんなドキュメンタリーをアーカイブしている好き者がいるんだ。これって問題だろ？大問題ですね。もっともっと彼らを見下しやすくなっただろう。映画祭の推薦はこの問題をクリアしてからだ。先生、なんだい？少しだけ私のこと誤解してます。飾ってはいましたけど、食事が六本木のシティホテルだと分かって
妙にテンションが上がったからであって、それを隠したくて飾ったんです。そうかい。ただ私、いつもユニクロだけど、今日ビクトリアズシークレットの下着つけてきたんですよ。ほう。ビクトリアズシークレットの下着つけてきたんですよ。2回も言ってくれてありがとう。払えるでしょ。それに先生が奥さんに嘘ついてるのを見て軽蔑していたわけじゃありません。むしろ奥さんに対して優越感を感じたりもしたんです。興味深いね。私、東京で仕事してるのに奥さんの望みで京都に家を買ったって聞いて、奥さん愛されてるな、羨ましいなとちゃんと思ってましたもん。どうせ最終的には言いなりになる人生なら、先手先手で言いなりになってやろうってことさ。先生はどうしてお子さん作らないんですか？子供好きかい？好きです、絶対作ります。さっき君、ベビーカーに乗った子供の話をしてくれただろう。ベビーカーにギリのギリまでしがみついていたい子供。今自分が子供を作らない、いや作らないじゃないな、作れないことにしがみついている理由も多分そんなあれだよ。先生、もうとっくにないはずの何かの権利ってのかな、それをこの年になってまで手放したくないんだ。先生、意地汚いもんだよ。あの、すいません。なんだね。あれ、作り話ですよ。作り話。それは二度言わなくてもいいやつだね。そうですよね。さて、私は向こうの部屋で明日の準備をするよ。動画を見終わったら帰りなさい。ああ、帰る前に向こうの部屋で仕事の準備をする私を見学してもいい。さて、いよいよ私は向こうの部屋へ行こう。右足と左足を交互に繰り出しながら。今私はある人の滞在するホテルでやや衝撃的な動画を見ていた。それはニートの中高年をテーマにした5年前のドキュメンタリー番組を違法にアップしたものだ。無職で年金生活の家族が数組取り上げられ、その中にモサムさん親子がいた。しれっといた。親子とも素材としてもとても地味だった。英子さんはボケてなかったし、おさむさんはアル中の程度が低かった。彼らの出番は一番少なかった。また別の年、中高年のパチンコ依存症がテーマのドキュメンタリーにもおさむさんたちは出ていた。驚いたのは、その番組では明らかに彼らがドキュメンタリーの被写体として惨めさのスキルを上げていたことだ。英子さんはよりボケていたし、おさむさんはよりハゲていた。何よりカメラに卑屈さがなくなって実に見やすくなっている。学んだのだ、彼らは学んで慣れたのだ、慣れ上がったのだ。ドキュメンタリーの登場人物としてコスパのいい振る舞いしかしてない。もしかして本当はボケてない、アル中でもない。さすがにそれはないとしても、彼らはプロドキュメンタリストだ。私はもてあそばれているような気がした。正直腹が立った、無性に腹が立った。そして困った。腐るほどある。中高年のニートのドキュメンタリー、腐るほどある。これ昭和の少年マガジンじゃないですか。ずいぶん部屋散らかってますけど、これじゃ友達とかできても呼べないですね。大丈夫だよ、友達とかいたことねえし。寂しくないですか？寂しい感覚はもう麻痺しちゃってる。でもこれでも俺、昔婚約してる女がいたんだよ。へえ、そうなんですね。やるじゃないですか。どんな方なんですか？ちょっと言いにくいんだけど。何ですか？チャンマニープーアンラムンガンコンカンド。え？チャンマニープーアンラムンガンコンカンドって人。それは言いにくいですね。タイ人のホステスでね。これも言いにくいんだけど、うん、その子、あのね、お姉さんに似てたの。私にですか？マジですか？私、タイ人に似てますか？だから、似顔絵描いたんだけど。本当に？やった！うまー！はめやがって。そもそもなんで私はこの企画を思いついた。テレビのワイドショーで8050問題の特集をやっていたからだ。
テレビで思いついた企画でなんでテレビ以上の撮れ高期待してんだよ。面白くない落書きくらいしか差し出す義理はねえよ。彼らはそう訴えているのだ。私はシャンパンが飲みたくなった。今までで一番飲みたくなった。ただのエロい食い物のくせに、私は皿に残った君をそのままほっとける女じゃないんだよ。卵の君はね、お祭りだよ。私はね、お祭り女だよ。恥ずかしい。私想像以上に酔ってたみたいです。先生、お願いしたいことがあるんです。今度私がドキュメンタリーを撮るとき、どういうものを知りたくて、あの子の名前を呼んでみたら、俺の心の片隅を冷たい夜風が吹き、久しぶりに浅田さん来てくれたのによ。電話しようとはしてたんだよ。うん、小川さんにね、今日こそ電話しようってじーっと携帯見てたんだ。なんか降りてくんじゃないかなって、ワンカップ飲みながらね。あ、いや、ある程度は言わないと電話そのものができないからね。したら一瞬だけガクーンって寝落ちしちゃって、夢を見てたんです。浅田さんが誰かとシャンパンかなんか飲んでるんですね。相手は誰だか分かんないんだ。ひょっとしたら俺かもしれない。リアルな夢だったな。夢の中の俺は大学の教授なんだ。笑うよね。専門学校しか出てねえし、シャンパンだって飲んだこともねえのに。起きたら手には合成酒。死にたくなっちゃうよ。お母さんに電話できて、働いて金もらったら今度飲んでみようかな、シャンパン。そういう、なんだろう、お祭り気分になったら。ああ、確かにシャンパンは一人で飲んだらバカみたいだよね。そりゃあれだよ、飲むなら女とだよね。え、そう言ったじゃない。婚約者元ね、アンジェラ。え、違う、アンジェリカだっけかな。道端、うん、道端にはいなかったかな。どこどこってピンパブだよね。フィリピンパブ。親父がね、まだ生きてる頃一度だけ外に連れ出されたの。家でばかり飲んでちゃ体に悪いから外で飲もうって。俺はね、どこで飲んでも体にいい酒はないよって思ったよ。でもね、フィリピン人優しいなって、俺みたいな人間に優しいよって思ったの。そこでアンジェリカとメールアド交換したの。俺初めてメールアド交換したの。かわいいんだよ、もう片言でね。おさむのメールあったかいねって。そんな褒め方ある？メールに温度があるの？え、いや、それは見せらんないよ、大事な記念だもん。ま、偽
相結婚のお誘いですよ。すいません、ちょっと盛りました。ビザが切れそうだったの。にしてもよかったんだけどさ、こんなに靴下汚れてる男の戸籍なんてどう汚れてもいいし。でもとにかく手続きよ。手続きの話聞いてたらめんどくさくてつい飲んじゃった。そのうちビザが切れちゃって。タイ人？いや、え？ちょっとなんで知ってんのよ。好意は持ってましたよ。だからそれはアンジェリカに似てたから。その子がアンジェリカに似てたから。でもねメルアド君からしてもタイ人って夢みたいな名前でしょ。打てねえんだよ、何度チャレンジしても。なんか悪い夢みたいな名前でしょ。最後までたどり着けねえんだよ。俺泣けてきてよ。それは母ちゃんどうだっけ。だからあれだよ、言ってたじゃない、一度だけ外に出て2軒はしごしたのさ。タイ人パブとフィリピンパブ。タイ人パブなんて聞いたことない。それだけおさらはしごじゃないんだ、あれだね。フィリピンパブにタイ人が混ざってフィリピンとタイが一体化したような店だったんだね。一度に両方行ける店なのよ。そうそう、シャンプーとリンスが一つになったみたいなもんよ。だからタイ人とフィリピン人で、あれよ、タイリピンパブ、タイリピンパブ、タイリピンパブってのが一軒だけあんのよこの町。アンジェリカとタイ人が似てたって言った？オサムが？似てたっていうか同じ人。同じ人。だからアンジェリカとタイ人もね、お酒の力を借りて一体化してたんだと思う。あ、ほら、暑い国の人はね、2人くらいだったら1人になっちゃう時あるもん。フィリピンパブの真ん中あたりじゃね、こうタイ人とフィリピン人が、ほれ不慣れな日本で出稼ぎだろ。だからこう強くなるためにね、一体化するんだってね。三菱 UFJ 銀行みたいにね。三菱 UFJ 銀行は盤石だからね、経済。おさむ、一体化してた。最初確か2人だったけど、酔っ払ってるうちにソファの上でゆっくり融合して1人になっていったんだよ。神秘的だったね。ちょうど店内の BGM に円安がかかってたしね、融合しやすい雰囲気ではあったよね。え？お別れっつった？もしかしたら。母ちゃん、酔っ払いって混ぜるのよ。何かと何かを混ぜるのよ。マコリとビール混ぜるのよ。意外とうまいのよ。おさむ、混ぜるのよ、混ぜるのよ。そうそう、混ぜるの、混ぜるのよ。そう、パンとハンカチ混ぜるのよ。汗拭いて食べるのよ。酔っ払いは魔術師よ、ある意味魔術師よ。そう、旦那と飲んでたこの子がある時旦那と混ざったよ。それ見てそりゃびっくりしたよ。こっちもびっくりよ。親子が混ざったよ。そりゃ不思議な光景だったよ。飲んだら混ざるのよ。だから あれだよ。だから母ちゃんどうした？頑張れよ。だから旦那とオサムが死んだのごっちゃになるんだよ。混ぜちゃダメなんだよ。それはキッチンハイターとサンポールを混ぜちゃダメなくらいダメなんだよ。頑張れよ母ちゃん。帰らないでくれよ浅田さん。この子がかわいそうだよ。やめてよ、それはダメだよ母ちゃん。こんなにストレートのこと言っちゃったよ。江戸っ子だよ、江戸っ子の母ちゃんにこんな無粋なことさせちゃダメよ。浅田さん、やめさせてあげてよ。この人見ちゃってるから、私たちのドキュメンタリー。分かってるよ、それくらいは最初の方で分かってんだよ。5回目なんだよ、私なんだよ。福祉の大学につい報告しちゃうの。8050問題の親子、典型的なのここにいますよって。なんでだろうね、忘れちゃうんだよつい。でも
ここにいますよ、私たちがいますよって言いたくなっちゃうんだよ。それは煎じ詰めれば退屈なんだもん。取材されてて気づくんだよ、あ、これ前やったわって。そこから一生懸命に頑張っちゃう。パチンコ依存症の本なんか読んじゃってさ、尋常でない充実感だわよ。私は母親譲りでね、サービス精神旺盛だからね。うちの母親もお祭り女だよ。目立つことが大好きだから、おみこし担ぎすぎて頸椎損傷して寝たきりになって。バカな女だよ。でも母ちゃんの母ちゃんだもの、似てんだよ、目立ちたがり屋。ボケてるってのもさ、目立つじゃない。目立つと思うとつい積極的に物忘れしちゃうのよ。でもさ、かわいそうなのはこの子。この子毎回ドキュメンタリーの人好きになっちゃうんだよね。何を言うんだい、何を急な角度から物を言ってるんだい。どうせ似顔絵描いたんだろう。なーにを何を言うんだいババア。私以外の人に構われることに耐性がないからすぐ好きになっちゃう。殺すぞババア。最後の弾投げてやったんだ、あとは自分で何とかしな。私が死んだらお前はどうにもなんないんだから、それ考えるとスリル満点で退屈しないよ。へらう、落書きだよ、たまたま書いた落書きだよ。ちょっと待って、え、母ちゃん行かないで。母ちゃんがそっち行っちゃうってことは浅田さんがこっちに来ちゃうってことだから、なんか、うん、よくわかんないけどそういうシステムみたいだから。まずいって、このタイミングでそれはまずいって。怖いね、ボケるって怖いね浅田さん。落書き好きでさ、専門学校の時の同級生に串焼き屋のバンちゃんっていうのがいて、串バンってあだ名だったんだけど、二人でさ、働きたくねえなって、落書きがお金になったらいいのにねって、駅の壁だのトンネルだのに落書きして遊んでたのよ。串バンは同じ絵何回も落書きしたいって言うから、俺ステンシルって技法を教えてやったの。型紙作ってスプレーでプシューってやって、一番それからすぐ海外行くわっつって、今はなんだっけ、バンクシーって名前で未だに落書きやってるらしいよ。うん、バンクシーはそこそこ商売になってるみたい。でも商売になっちゃったらそれはそれで違うんだよ、落書きではない、労働だもの。労働っていけすかないでしょっていうと、いつもいつもドキュメンタリーの人途中で帰っちゃうんです。俺の無職に理由がないから、トラウマばかり欲しがるんです。でも俺ないんです。綺麗な無職で綺麗なアル中なんです。なんでそれがいかんのですかね。なぜ無職であることを不幸に見せたがるんですかね。もっと事件性みたいなものを感じさせた方がいいですかね。俺はただ無心に綺麗で言い続けたいだけなんですけどね。バンクシーの話はさすがに嘘ですよね。こないだイギリスから落書き送ってきました。でも所詮串焼き屋のせがれですからね、うまいだけで落書きは落書きですよ。絶対嘘です。こんなの持ってたらおさむさん一生遊んで暮らせますよ。すでに十分遊んで暮らしてますよ。もういいですよ、信じてくれてもくれなくても。お別れなんでしょう。あれ、手ぶらじゃないですか。せめて無様な振られ方している俺をもっと無様なアングルで撮ってくださいよ。振られるまでの道筋込みで似顔絵を描いたんだから。カメラあそこ。ん？ああ、で別の家族ってどういうやつらなんですか。お父さんが元ヤクザの神父で、お母さんが万引き G メン、長女が売れない地下アイドルで、長男が駆け出しのホストで、子だくさん。パンパンじゃねえの、素材でパンパンじゃねえの、しかも方向性がバラバラじゃねえの。浅田さん、太刀打ちできんのか。はい、カメラ寄って
私にも意地がありますから。でもでもまだ見てないよ浅田さん。何をです？何をじゃねえよ、俺の美しい瞬間ですよ。それを言ってくれるのを待ってたんです。どんな美しさが出るかわからないんだ。顕微鏡で見た苔くらいの美しさかもしれない。長い棒がパシッとはまったテトリスくらいの美しさかもしれない。そこはギャンブルよ。飲んで飲んで自分をコントロールできなくなって、そっからの話だから。まずはもともと綺麗な体だけど、もっともっと綺麗になりてえし、直視風呂で体を清めてきます。期待していいんですね。まだ私にはあの男に振り回されたいというセンチメンタリズムが残っていたようだ。先生、今日はわざわざありがとうございます。被写体の浅ましさが少し分かったような気がします。まだカメラを下ろさないでくださいね。マイクの調子はいいですか？大事なお知らせがあります。先生、私生理が遅れてるんです。しまった、今だけご自分にカメラを向けてて欲しかったな。いい表情だったな。おさむさんの美しい瞬間撮り終わったら私薬局行きます。ドキドキする瞬間だから逃さないでくださいね。私が検査薬を見てどんな顔をするのか私自身もわからない。怖いです。私22年生きて生きて今一番怖いです。ただせっかくカメラがあるから映しましょうね。せっかくって大したものらしいですよ。せっかくつらい思いして胃カメラ飲んだのならポリープぐらい見つかってほしいってよく母親が言います。第二次世界大戦の終わり、アメリカが降伏寸前の日本に2発も原爆を落としたのだって、せっかく原爆があったからなんですってね。開けとくれ、私だよ、私が来たんだよ。どなたかいらっしゃったみたいですよ。浅田さん、浅田さん。何ですかお母さん、今どなたか。おさむが、おさむが風呂で溺れてる。え、いや助けに来なくていい、私が今手を引っ張って支えてるから、そこカメラにちゃんと映してやっておくれよ。だってカメラは死にゃしないよ。父親と息子が同じ死に方するなんてのは天文学的確率なんだから、早く、私は救急車呼ぶんだから早く撮っておくれよ。はい、私ぐらいになると虚空からカメラを作り出すことだってできるんだから。できた。先生、やっぱり私コム家族撮り続けます。おさむさん、死ぬのが美しい瞬間ってのはそんな陳腐なのはなしですからね。えいこ、おさむ、開けなさい。あんだけ電話しなさいって言ったのになんでしないかね。ああもう結局私の方から来なくちゃならない。電話すりゃいいだけの話をできないのがまさしくあんたら親子だよ。こっちは昨日まで入院してたっていうのに。ああ、ピーヒャラもんのうるさいね。表はお祭りなんだ、お祭りはゴリゴリなんだよ。しかし現代学はすごいよ。肝葉系肝細胞ってのを注射したらおみこしでぶっ壊れた頸椎治っちゃうんだから。首から下全く動かなかったのが歩けるようになったんだから来るしかないやね。あたしだよ。さあさあ、ドキュメンタリーの人たち入っておくれよ。長いこと入院してたからあれだけど、もともとあたしんちだ。なんだこの家の玄関はゴミ屋敷じゃないか。いいな、なんでこんなところにクワガタムシがいるんだ。年寄りをにらみつけるんじゃないよ娘が。嫌だよ、それを狙ってネズミがいるよ。さらにそれを狙って猫もいる。え、人間誰だよあんた。あんたもドキュメンタリーの人。あっちもそうなのよ。あ、よし、これなんだ、うまいものゴミ多すぎだよ。えいこ、えいこ、お母さん、え、どうしたの。あ、歩いてる。治っちゃったんだからしょうがないだろ。近頃の再生医療ってのは罪なもんだよ。110過ぎてまだ歩かなきゃなんないんだもの。珍しいからってドキュメンタリーの人がゾロゾロついてきてんのにゴミだらけにしても、なんで電話してくんなかったの。電話、おさむにさん、病院の雑用の仕事見つけたから電話してって言ったの。あたしあの病院の主みたいなもんなんだから。お母さんに。小川さんじゃなくて。何よ小川さんって。お母さんよ。お母さん
じゃないか。それはやらせになっちゃうからダメなの。早く薬術は気軽に使うじゃないよ。ここまでしか伸びないよ。距離やばいって。おさめに死なれちゃ困るのよ。頑張って。わかるよわかるけど距離がやばいって。110年も生きといて距離ぐらいなんとかできないの。無理し、物理的距離は無理し。つうか私が電話するんじゃダメなの。それじゃやらせになっちゃうから。もうやらせとか言って動かんないわよ。おさめが死んじゃったら、もう私が先に死んだらどうなるんだって生理が味わえないのよ。そんな残酷な退屈一日も足んないのよ。ねえエイコ、何、少し伸びてんじゃない？おさむの手もっと引っ張ってみて。うわ、びっくりした。混ざり始めてる。混ざり始めてる。私の手を離したくないって気持ちと電話したいって気持ち。高度なこと言わないでよ。110歳よ。おさむが使ってるのよ、酔っ払いの魔術。混ぜるのよ混ぜるのよ。手放したくない、電話したい、二つを混ぜるのよ。祭り林のムードも借りてとにかく混ぜるのよ。あんたはね、いろんなこと先送りにするために生まれてきた気がするんだよ。先送りして、そうして地球を回してるんだよ。でもとりあえず生きなきゃ先送りできないんだよ。あんた生きようとしてるんだよ。だから混ざってるんだよ。母ちゃん、え、母ちゃん電話して、救急車呼んでくれ。母さんとおさむも混ざってる。これは本格的だよ。えんやコーラ、子供のためならえんやコーラ。もしもし息子を助けてやってください。まだやっぱり手が離せない。いたずらに命を引き延ばすだけでもいいので。先生、検査の結果セーフでしたね。先生いいお顔してました。ええ、私もほっとしてます。これで集中しておさむさんたちのことを取れます。うまく取れたら、映画祭に出れたら、スイスに行きましょうね。スイスのシャンパン飲みましょうね。スイスの天気はいいでしょうね。土砂降りのスイスを想像できないんです。中世から続く古い石畳の街並みは美しいんでしょうね。あの時のおさむさんみたいに。じゃあ墓だよ、間違いなく墓だ。親が子供の墓を建てたって不思議はないさ。野田秀樹がセサミンの CM のに出る時代だよ。何でもありさ。ここにこうして墓があるってことは、本当にあんたは死んだんだよ。まあこれでようやくうまい棒食べなくてよくなったよ。え？ボケて食べてたわけじゃないよ。私が死んだら墓どうしようと思ってたらね、検体ってやり方があるって聞いたのよ。死んで体を大学の医学部に検体したら大学の方で墓作ってくれるって話で申し込んだんだけど、これが意外と倍率が高くてね、検体待ちの予約がずらーっと並んでんだ。でもね、裏口があるって噂を聞いたのよ。ずっと同じもんばかり食べてた人の方が研究材料として貴重だから、秘密だけどね、優先して検体させてくれるって。そうよ、それでうまい棒ばっか食べてたのよ。あれならね、いろんな味があるからなんとかしのげんじゃないかって。でもきつかった。口の中バッサバサになるじゃない。夏になるにつけガリガリ君にしとけばよかったなと思ってたよ。いや、あんたの墓は建てたんだ、ここに。不思議だね。ああ、もう聞けないんだよ、サメの歌。下手くそなあの歌。2番の途中からフンフンフンってハミングになってく歌。50になってハゲ散らかしてんのに、なんでか知らないけど乙女心の歌。まだ弾けるかな。私はまだ弾けるかな。
だよ。だから毎度毎度殺すなよって言ってるんだ俺を。いやでも今度ばかりは。ほらまた。だからなんで炊飯ジャーに水かけんのよ。さすがにこれは炊飯ジャーじゃないだろうよ。これが炊飯ジャー以外の何なんだよ。あれあったかいご飯だよ。これ食え。うん、母ちゃんの年金で買った飯だ。遠慮なく。あ、そうだ、これ串焼き屋の番ちゃんが描いた絵、なんか価値があるって言うから何でも鑑定団に出してみようと思うんだけど、どう？どれ？気持ち悪い。なんか漬物みたいなのとかないのかい？漬物？あれ、あんた妊娠してる？ないんだ。え？漬物とかないんだ。うん。